これ塾送信です。今回ですね、朝一エブリデイ行立に来ました。朝一やったらどれだけ取れるんだいっていうのをやっていきたいと思います。それでは入店入店回転くんだよ入店入店最近はですね、これを書かないとダメなんですね。YouTube では動画投稿 OK だけど、本日の来店日、チャンネル名、そして何度目のご来店ですか。もう20回目ぐらいですかね、10何回目ぐらい。結構ね、人入ってきましたね。はい、朝一でどれぐらい取りやすいのか、まずここの台やっていきたいと思います。パンのスクイーズかな。チェイ朝一設定、朝一入ってるのか。朝一入ってる、朝一入ってる、やばくね。やったっしょ。簡単に取れる、簡単に取れる。もしかしたらもともと取れる設定なのかもしれない。もう一回同じのやってみます。はい、ディズニーコッペパンスクイーズ。あ、これ、あ、どう、これどうだ。ちょっと微妙じゃない。下行ってみる。あ、なにこれ、一回ずつ取れるのかな。両親設定なのか、朝一入ってる説。ほい、ナイス。見ててください、神様。あ、普通にこれ取れるやつ。そうね、そうそう、朝一入ってるところじゃなかった。取れるかな。形状がね、いまいちなのよね、これ。へい、これ形状厳しいね。形状厳しいんすよ。バナナ難しそう。そう、バナナ難しい。下、下のこのパイナップルは丸いから重さで取れないのか、はたまた取れるのか。はい、完璧です。あ、普通に取れるわ普通に取れる。パイナップルは形状がいいか。そう、形状がいい。これはチュルチュルパイナップルですね。光るつぶつぶ果物パイナップル、光るんです。はい、バナナどうにかしてね、取っていきたいと思います。いい感じのハサミ、バナナ、よし、ナイスバナナ、ナイスバナナ。バナナ攻略、バナナ攻略した。中にライト入ってるわ、シンナーの香りバナナじゃない、バナナじゃない、シンナーの香り。ではチュルンチュルンからの中に入ってるでしょ。もう光る、もうなんだろうね、いろいろなものが敷き詰まってるね粒ちっちゃめ。あ、こっちあるんすよ。こっちもスクイーズとかの台ですね。あー、でもね、ゴムパッキンはね、一つしかついてないのよ、これ。ほい、ゴムパッキン3つついてる、こっち一つ。もしかしたらね、ゴムパッキン取れちゃったのかもしれない。いいね。あ、普通に取れた。危ない。危ない。これね、逆さまになったからよかったかな、逆さま。なるほど。そう、なるほどね。一人のスクイーズ。あめー。これね、初めて見ました。これがね、ラッキーハートアイスだそうです。全5種類、決してハーゲンダッツではない。これさ、100円で取れたら全部取りたいな。5種類、よし、完璧。あ、キビ、あー、この台はちょっと取らせてくれない台かな。重そうだね。え、重そう、重そう。ここの台ちょっと微妙かもしれないね。確実に強くなった、確実に強くなった。今がね、多分入ってるからやっていく。いや、あるかもしれないじゃん、2回連続強くなると。完全に弱ってしまったくっしーなー。これシリコン、ブルーベリーのガムって。そう、ブルーベリーギャム、スヌーピーか。これはスヌーピーの、そう、キーホルダー。
どちらかというとね、ディズニー系欲しいんだけどね。あれ簡単に取れるじゃん。簡単に取れるやつ。軽い。オッケー。はい、朝一まだサドンデス入りますよ。こちら。あー届かない。じゃあゲンガーディということで、こちらのゲンガーを狙ってきたと思います。妖怪シーズンを行いますか。ゲーム惜しかったね今。お疲れ様でした。持ち上がることは持ち上がる。ケロケロケロッピー、ケロッピーっていう感じです。そういう人はこちらの台入る。家の韓国スライムかな。やっていきましょう。こちらの台シリーズは取れるのか取れないのか。ナイス。あ、普通に取れるわ。朝一キラキラ入ってる。ナイススライム。これとこれね一緒なんで次の台行きましょう。これも一緒だ。プーさん欲しいな。しかもちゃんとディズニーライセンス取ってる。これプーさんと遠いんだ。ミッキー行きます。ミッキーの袋が取りやすそう。そこ、危ねえ。ミッキーの桃スクイーズ。桃と関連性はないけどね。上下一緒だね。じゃあ下行くよ。これもクリスタルのスライムだね。さあ、危ういね。危うかった。掴みどころが良ければ取れそうだったね。続いてはこれスヌーピーのスクイーズ。スヌーピー系多いのかな最近のグッズで。形状的に怪しいかも。おー、まぐれ取り。ナイスゲット。近かったから取れた。そう、近かったから。オッケー、ちゃんとストップボタンもね、使ってね。あー、離した。惜しい。離した。でもニコ取り。いや、でもさ、お、取れるわ普通。でもこっちのさ、ミッキーのスクイーズ一個ないってことは誰かやったかもしれないね。こっちも釘見出されてるじゃん。ちょっと動いてたじゃん、スライム。おー、確かに誰かもうやっちゃったんだね。で、取ったから取れなかったのかな。はい、というわけでいかがだったでしょうか。結構ね、この台のシリーズメリハリがあって、取れる台は取れる、取れない台は取れない感じでした。ぜひ皆さんもやってみてはいかがでしょうか。朝一 UFO キャッチャーでした。また次の動画でしましょう。バイバイ。いいね。